岡部泣くなお前。泣くなってお前。今日も現場でこうやってぶち切れ立たすもんね。なんで？お前材料置くなよって言ったんで。いやとか言って言ったら置くなっつったんだろうやばい。って納得しないかもしれない。めちゃくちゃ納得しないかもしれない。僕的にはケツから片付けてる人がいたんで。これし。帰ったんじゃないですか現場から。はい帰る。確かに。そう、なんか特性ね、そういうのこいつはこうだみたいな、まあ、誰がこいつはこうってか、もうみんな固まってないですか、もうこいつはこう、こいつはこうってな、逆に例えば岡部はな岡部、うん、偉そうにしとるぐらいだよ偉そうにしとるぐらいだよ今日も僕、現場でこうやってブチ切れ立たすもんねなんで僕が作業しとって、ここに材料置くなよって言ったんで、いやとか言って言ってたら、置くなっとんだろうがおいって言ってで、こうやって、はい、こうやってなんかもう聞かないふりしてさーっとどっか行くんですよだけどそれ納得してないじゃん、なんでここに置いた方がいいだろうってこっちの方が段取りいいんじゃないのかって思って、いや、違うんですよ、こいつはもう多分材料をもらうのに必死で、ただもうもらったら置く、もらったら置くしか考えてない、あー、そういうことな、あ、貯めちゃうんだ、そうそう俺ここに置くなよってカゴ触るで置くなよって言ったら、よっみたいな感じでずっとでもああなるほどそれで俺ぶち切れたちょっと納得しないかもしれないめちゃくちゃ納得しないかもしれないそれで腐されて、うん、なんかもうお前聞いとんのか人の話って言ったら無視なんですずっとそっからでそこでもらってね言い返しとるよ腐れ聞いてくれてマジでお前そんないい値段なら先に言えよそれが一番惜しかったそうなんで切れたのでもお前納得してないな絶対目合わさんもんないや納得しますなんでじゃあリュウシ君好きって言ってみようあれですけどあ好きではないけどいやなんかケツから片付けてきてるからそこでどういう状況だったの状況をちょっと説明してマンションの口から聞きたいなちょっとまずリュウシじゃないとマンションの屋上で、うん、こう上の方はバラして屋上に上げるんですああ要はもう RC みたいなやつだろあでも解体は一気に見下したもんね解体は一回半分ぐらい上に上げますああで上に上げて重機で下ろすみたいなで途中からもう下に下ろした方が早いなって下に下ろすはい、うん、なるほどはいでまあ上に手今みんな手上げしていくわけだろ人が上に持ってまあこうバラしてある程度のところまで3スパンと3スパン崩さずに残してこっちだけバラしてバーって上に、ま、回してるわけだろで人間が「えーい!」って言って上にで屋根に溜めて重機で下ろすみたいな作業だろ。ああ、OKOKOK。最後だ。いや、全然これとかね、視聴者かな、一般の人。で、僕的にはケツから片付けてる人がいたんで、うんうん。僕はもうとりあえずもらって。お前は屋上におったの？屋上にいました。うん。屋上でもらって、うん、僕が起きてたら、その戻ってくるまでの時間が待ちになっちゃうので、うんうん。僕はとりあえず置いて、うん、ケツから片付けてくる人が片付ければいいやと思って。うん。そしたら、置いて怒られちゃった、うん、で、それをでそしたらまあ、あ、で、この子あ、もらって、あいって置いていくわかなそうで、それをまた持っていく係がおるわけだろ、うん、で、それがどんどん溜まっていくと僕は、ちょっとで、お前も上におった屋上におった置いてほしくない場所に置いちゃいましたその作業中だけど、あ、置いてほしくない場所ってことは置いてあれかんとは思ってないわけだ置いていかん場所じゃねえだろ、別にまあ、そんなんなかったです今思ってないんだ今思ってますかわいいかわいい引きずってるからね元分かりやすいな性格こめかみピキピキしてるそうあでお前からしたらどうかそんなそこ置いても自習そのもうちょっとそこ一個ずらすだけだったとかあるじゃんいや僕から、まあ、確かに全部運ぶといや僕からすれば僕がここの置くなって言ったらそれを自習室に渡せばよかったですよどういうの自習室でいたんだよやっぱりでそこで手止まるってこいつが思うとなったら、うん、俺はそこにセーフティーガードを置くなって言ったからそのセーフティーガードをセーフティーガードない階段のああ階段のステップみたいなそうそう、うん、でそれを実習室に渡せばよかったですただこいつは本当にもらったら置くっていう考えしかないです、うん、ああそれ一番いけないやつだなで僕はそのそのだからでももらってちょっとまあ2、3歩バーンって置きゃ段取りいいのにでこうクリアがあるわけだよなある程度溜まってもだけどもうここから置いていくもんでクリアもなくなるわけだろ僕はその材料を上げて、うん、その材料をきれいに片付けるために段取りよく配置があるわけですよやっぱりあ自分うまくこうやって置いて材料配るなのに、ね、こいつは関係なしに材料バン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 こうねそれにぶち僕がぶち切れた最初指示出したの、まあ、いきなり切れたんじゃなくていやもっとこっちの受けよあっちの受けよそう最初僕も言ったの
ここに置かんだよ、今このカゴずらすでって言ったら、うん、いや、置くなよここにって2回目言ったんですよ、うん、でこいつらまた、いやみたいな感じで、ふざけんなよみたいな僕は、なんか言いたいならいいよお前、その顔やめろ、愛しいなお前いや、僕は納得してませんよみたいな顔だけでアピールするのやめろお前、メスかお前いいや、面白い、いいや、ヒーローがコメント欄に俺めちゃくちゃ書かれてるから、社長は散々煽り立てて面白がってるだけの人なあ、めちゃくちゃ書かれてるからじゃあ何が、別に面白いけど、まあ行った方がいいかなと思うかな、ないです、もう言うことない、ないです、ない、じゃあもっと、リュウジ、もう納得しても好き、好きです煽りて言えよ、じゃあ見てねえしか途中にねえやろそんなって恥ずかしいじゃん、恥ずかしいってことはやっぱムカつくと思うって、いやムカつくとかじゃなくて普通に恥ずかしい、じゃあ好きってリュウジ君のこと大好きって言う、リュウジ君大好きなんか気持ち悪いけどリュウジ君を言い返してじゃあお前からしたら それがムカついて怒ったのが、もう最近そういう風なの、ちょっと生意気、ちょっとあいついろいろ問題も片付いてきてまた前みたいになってきたのか、いやこいつはもともと生意気じゃないですか、多分みんな分かっとった、ああああああ、いいと思うんですけど、現場でじゃあ不適されるのやめろ、直せよ、誰現場不適されるの、ちょっと怒ったら不適されるのそういうとこあるやん、これちょっと偏屈だもんなやめろよお前、なんか反抗的な態度だもんね、もうまあそれはもう、まあ、みんなイラつく時もあれば、あ、まあこいつ岡部だからまあいいやって流す時もあるもんで、うん、ただその現場ではやっぱりあるじゃないですか、やっぱりみんなも、うんうん、それにのっとってこいつがやらんとイライラしますよね、多分みんなもお前カメラ向けたらカメラ向けられた顔するやろ、いい顔しちゃったのよそうなの、みんながしたら岡部どうなの、わかるわ、なんかいやそれ優秀はいいじゃないですか、すぐ近くにベトナム人がおって渡してあげればいいやつだったら、うん、それは岡部が回しろと思ってたんですけど、僕らもバラしとるもんで、バラしての手を、お前も持ってたの、現場誰がおったの、思いましたけど、僕下でバラしてたんで、上の状況全く知らない、そうだから一番下解体して、まあ23が上がっとるやつらに渡しとったわけだ、で岡部がもらっとんの見とったんですけど、うん、聞こえたんだ、聞こえたんだ、その時めちゃくちゃ風強かったと思ったうわーおい風が来とった料理賞しとったその状況も知らないですよ、ベトナム上…ベトナム人がおったよな、ドゥックと、いやで、その時はタイムドゥックとタイムがおったよな、ドゥックとタイムが、やばいみたいな顔してやばいみたいな珍しく、そんな怒るイメージないけど、怒るのに、怒ったの、いや、そんな怒らない、岡部より大丈夫、岡部より大丈夫、怒ったっていう話、なんか2回ぐらい聞いてもらったちょっとある気がする、2回ぐらい聞いてないもん、ね、こいつ知ってる嫌いだろ、全然嫌いじゃないですよ、じゃあ岡部大好きだよって言える、言えないです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 、お前せっかく俺来てよ、お前ごちゃごちゃ突っ込んで、お前みんな仲良くさせそうな、お前で、お前あいつもああいう風だったもんね、お前俺叩かれ、あいつのせいのことがあるから、視聴者に社長はなんかみんなに空気入れてなんかお悪くさせとるって言われて大好きって言えよ、いや男に大好きなんて言ったことないです、いや男として大好きだよって言えよ、じゃあ無理ですもう絶対言えよ、でそれかもう縁切れじゃん、どっちかだ大好きって言うか縁切れか、こいつは言ったんだもん、ね、極端な、それにお返ししなかんだろ、お返しもう言わなくていい、逆にお前なんで俺にいた言ったことに対して起き出始めたそれでどうかな、その実際見とって、ああ確かに岡部はそれダンブルアリーナーなのか、だってリュウジってあんま怒るタイプじゃないもん、そうですね、あ怒らないですね、怒らないな、そんな、なんか思っとっても怒らんタイプじゃん、バーでもそういうの、岡部その仕事ダンブルアリーナー最近でも変わってきたんですけどね、うん、なんかあれそうだよな、あの前の現場行った時もまあ確かに、まあ、焦っちゃってるところあるかもしれない、仕事できるとかじゃなくて対応も全然変わってきたんで、あ、本当、うん、その今日の不適されるのは分からんですけど、うん、岡部泣くなお前泣くなってお前、バカお前泣いたかんだろ、大丈夫です大丈夫です泣けたくない泣けってことだろ泣くなそんな
俺格闘しとったんで、こうやって僕右手にリモコン持っとったんですよ、こうやって、うん、で、こっち作業しとって、もうイライラ。なんでお前はリモコンなかったの？なんか TikTok 見とったんちゃうの？見ながらお前 TikTok ピーピーで見て、お前今いいのか、ワード置くじゃねえ！女の子のダンス見えへんやねんか。リモコンですから、多分。何のリモコン？あ、お前はクレア取ったんだ。ザー取ってもういろいろしてこう投げかけようと思ったけどやめた。ああ、そういうことな。うん、それで準備何でもあるし、まあ現場でねぶつかるのは全然いいと思うんだけど。こいつも喋らもう喋らんのっすよね多分。そんなイメージないけど。でもムスっとしても何の喋らんと聞いとんのか聞いてます。聞いたの聞いてますとか言って、それでもだんだんイライラしてきちゃう。そんなあるの？わかる。自分の中で。私あんま喋んなくなる。なんでそれもううーってなるんだやっぱ。ってなるのか、それともなんかやっぱ悔しくてなんかあれなのか。まあそれいいことだ別にプライドがあってそんなにある人よりいいだろう。お前は間違ったことやってないと思ってるわけだろ。別にだって。いやもうそういうわけでもないですけど。うん。難しいですね。なんで難しいの言葉にするのは YouTube だよ。助けめっちゃめちゃ。トシ君どう？はい最後じゃあ締めてもらおうかトシ君に。何をすか何をすか。まあその岡部に関して、いやまあいろいろなんかまあね視聴者もよく、はい、俺も出会いを忘れるけどいろいろあったけどって出会いを忘れるけどさっさだけどまあ俺もなんかこいつのようや乗り越えたなと思ってるの逆に本当に。これ絶対飛ぶと思ったからね。スライラインじゃないですか。うん。で実際見てる逃げるやつを下ろすのでそういうのでなんやかんやで逃げるやつおるじゃないですか、うん、すぐ飛んじゃうやつ。トシ君も何回か分かんないって言ってね。ああ、不適されるんでそれに対して一回帰ったんじゃないですか現場から。はい、帰ったトシ君、トシ君、トシ君もうあまりも僕も帰ってきてって言ってたんで何とか言ったの翔さんに向かいに来てお前、翔に電話したらちょっと向かいに来てください、向かいって確か現場が近かったかなんかでちょっとすいません、帰っちゃいましたうん、出まして、うん、で翔さんの現場行きます。ああで帰っちゃいましたってことは帰ってけって言っても帰るのは違うからっていうのはなんとなく認識しとんな。そうそう。ああまあ悔しくてもやるしかねえなみたいなのは。こ、うん、んな感じか。はい。じゃあはいじゃあ二人も喧嘩したけどまあリュウジは仲直りできんと。そういうことだ。デュース。まあこれからはもう離れ離れだろ。ああそうそういうことだろ。縁切ったってことですか。ん縁切ったってそういうことだろ。もう2人は実縁ってことだろ。実縁元から縁繋がっとったかな。俺最低やん。最低やん。一番最低やん。まあ現場の主人どうなの。まあそれだから時だけど、まあ、体壊したやつの人間関係って俺らが想像してる以上までなやっぱ命がいいでしょってやつ。でもこいつは多分怒られて引きずるタイプですよね。なんかすごく気まずそうにしますもんね。僕は普通に怒った後普通に喋りかけたりするんですけど、うん、こいつはなんかすごい気まずでもそれはお前が見たいな感じやな、上田が。え？あれじゃねえだろ。てめえ食べてもらってるだろ。お前こんなしたぞ。こいつが見たいのとお前が。あ、いいってお前食べてあ、いいってお前なんでケチャーなんだよ、これ。はい何ですか。いいよ、お前あ、いいってお前すごい上がるんだいいって上がるんだってよ。はい、以上になります。皆さん、話はちょっと、あ、そう、あのね、ちょっとさ、本当になんか不思議と、買い取りめちゃくちゃ来てるな、足場の会社。買い取りじゃなくて、買いたいっていう人。材料。材料。なんか、ほぼ、だって俺、連れとか知り合いとか、もう今日も来てたろ。で、数出して、で、まあ、値段出したら結構喜んでくれて、まあ、その代わり、遠に来てねえとか、いろいろ協力しまうとか、まあ、ないものもあるから、ないものは自分たちで揃えた方がいいんじゃないって、中古でもね。だから、まあ、俺も、まあ、それ商売でやってるわけじゃないから、まあ、サブビジネスみたいな感じじゃん。メインのあれじゃないから、まあお値打ちにも出せると思うんで、ぜひまた声かけてください。よろしくお願いします。じゃあみんな仲良くください。お願いします。お願いします。せーの。こっちから行きますね。せーの。せーの。まあ、見てねおじさんやおじさんや